Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ショートケーキさん。Happy birthday to you. おめでとうございます。ということでですね、お誕生日には欠かせないショートケーキさん、なんとこのショートケーキさんが100歳になったそうです。ショートケーキ100周年ということでおめでとうございます。ショートケーキは実は日本生まれらしくて、富士屋の創業者の藤井林右衛門さんという方がお菓子で人を喜ばせたいということでね、このショートケーキ生み出されたそうで、それからなんと100年が経ったということでですね、もうお誕生日の日には欠かせないこのショートケーキさん、いつもお誕生日を祝ってくれたこのショートケーキさん、それがついに100周年100歳ということでですね、いつもあれだけお誕生日を祝ってくれたショートケーキさんですから、100歳のアニバーサリーにはこちらから祝わなくちゃいけないなと思いましたので、何も別にプレゼントとかは用意してなくて、ただただありがとうって言うだけなんですけど、本当に100歳おめでとうございます。そしていつもお誕生日を彩ってくれてありがとうございます。もう本当にね、素敵な思い出とともにショートケーキさんはいつもいらっしゃいますんで、兄弟同士でのこのいちごの取り合いとか、俺は兄弟がいなかったんでよくそれは分かんないんですけど、子供たちで集まってパーティーとかしたらもういちごの取り合いとかね、あとはお父さんとかお母さんとかが本当はいちご好きなんだけど、いや私ちょっと俺はちょっといちご嫌いだからお前にあげるよみたいな、そういうね甘酸っぱい思い出とかも全てはこのショートケーキさんがくれましたということでですね、ショートケーキさん100周年アニバーサリーイヤー、本当におめでとうございますということで、本日はただただショートケーキさんの100周年アニバーサリーを祝うというだけの動画でございました。皆様もですね、100周年アニバーサリーイヤーにぜひショートケーキご賞味ください。私もこれから食べちゃいたいと思います。お祝いなのに食べるのはどうなのって感じなんですけど、一口だけいただきたいと思います。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいでございます。ということでショートケーキさん100周年アニバーサリーおめでとうございます。これからも私はショートケーキさんを愛してやみませんし尊敬しております。ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味を持っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。